衆議院議員の岡本光成です。私は議員になる前15年間ゴールドマンサックスというアメリカの会社に勤めてました。その時に学んだことの中で議員としての仕事に役立っていることが私は2つあると思ってるんです。1つは勝ちに徹底的にこだわるということです。この会社で働いている時にはやるからには必ずビジネスを成功させるその執念がその結果をもたらしてました。国会議員としてもそうです。皆さんのお声を伺ってその政策を実現するための執念、その執念に徹底的にこだわり、勝ちにこだわり、結果をもたらし皆さんに役に立つそういう政策を作っていきたいと働いています。もう一つゴールドマンサックスで学んだことはダイバーシティ、多様性の価値です。例えばプロジェクトのチームのメンバーを決めるときにはいろんな国籍の方、国籍が多ければ多いほどいいです。いろんなバックグラウンドを持った方、多ければ多いほど価値観も違い、いろんな方がいるからこそ同じ目的に向かって議論するときにいろんな意見が出てきてより良いものを作っていくことができるということを学びました。もしかしたらそのチームの一人一人は他の方と比べて必ずしも一番じゃないかもしれないけれども、その方独特のその方にしかない考え方があるからこそチームに入るとその人の価値がものすごく生きてくる。日本において多様性を求めるそういう議論が今されてます。そのことに私は大切なポイントがあると思ってるんです。政治の世界でもいろんな方とお目にかかってお話を伺います。多様な方々のその価値観、そして意見を政治の中に取り組みながら皆さんの役に立つ、皆さんの側に立った政治を展開していきたいと決意してます。